Kaito! Bravo! Moshi-moshi. Yeah, something is definitely wrong. And I don't mean to pick on Kaito, but his instincts kind of blow.
What a weirdo. Oh, you hate that guy, just has all kinds of hidden menus, huh?
What? He's a bigger scumbag than I expected. That's really playing dirty. Nah. Oh, Kaito's gonna be so stubborn. Kaito! I didn't think this would ever happen. Let's hope Kaito's not capable of some mortal damage. Oh, he's got a lot of health, it looks like. Yeah.
Oh, you're right. He does fight like Cosmo. You get no points for beating friends. Kaito! Oh!
thought she was a pushover. もしもし、杉浦だけど、梶平の件調べたよ。すぐ会えるかな。恋女房って釣り堀屋はわかる？わかるけど、あそこそんなに有名なのか？知る人ぞ知るってやつ。じゃ、そこで待ってる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。まあ、そっちは梶平と大臣の件何か出た？まあ噂レベルだけどね。手応えありって顔だ。うん、梶平と風見大臣がね、なんとあの創薬センターのことで密会してたんだよ。何？何年か前から
梶平グループはでかい再開発計画を立てて極秘に準備していたんだ。都内のある広い土地を当てにしてね。それがここ、創薬センターか。だけじゃないよ、その周辺も。正確には医療システム産業開発機構の敷地全部で、それを管理しているのが厚生労働省だったってわけ。だから梶平は風見大臣に根回しする必要があったんだよ。再開発するには創薬センターから何から全部閉鎖するのが大前提だからね。でもそんな話、大臣一人説得して済む話か。それが済むんだな。もともと閉鎖って話はずっと前からあったみたい。ん？医療システム産業開発機構ってその組織はさ、日本の高齢化に備えて研究を進めるって触れ込みだったわけ。ところが維持費ばっかりかかって十何年も成果なし、ずっと税金泥棒って言われてた。まあもともと天下りの受け皿みたいな緩いとこだったんだよ。そうか。じゃあもしそこへ大臣が閉鎖と言い出せば、一気に潰そうって流れになるだろうね。でも大臣の顔も潰れるんじゃねえの？とんでもない手数料が入れば気にしないんじゃない？とにかく梶平は大臣の取り入ってもう大体話をつけてたみたい。この時点で贈収賄。しかもだよ、梶平は先々の値上がりを見越してセンター周辺の土地も買いまくった。わかりやすい汚職だな。あ、でもさ、やっぱ神様は見てるんだよね。ある日梶平の再開発計画は突然白紙に戻されたんだ。創薬センターを閉鎖できない事情ができてね。その理由がこれ、アドデック9の論文は。うん、この認知症の薬は世界にとって絶対の正義だからね。風見大臣はすぐ手のひら返してアドデック9を褒めちぎってた。だから当然創薬センターとかの閉鎖話は立ち消え、梶平との密約なんてなかったことにした。梶平は大臣からはしごを外されたわけか。うん、再開発に備えてた投資分もろもろ、かなりの金を回収できなくなったんじゃない？アドデック9のことは相当恨んでいると思うよ。なあ、お前これどうやって調べたんだ？さっき頼んだばかりだぞ。はあ、やっぱ言わなきゃダメか。ん？実は今僕が言ったことは全部ネットの記事に出てたんだよ、1年も前に。面白い記事だったけど決定的な証拠がなかったのかな。ゴシップ扱いで話題にならなかったみたい。これは全部デタラメかもな。なんで？この記事書いた服部って記者めっちゃ嫌なやつだ。知り合い？ああ、今日も源田法律事務所に押しかけてきたってさ。え？じゃあ記事のこと直接聞けるじゃん。すぐその人と話しなよ。まあそうなっちゃうか。Oh, this means I have to beat up Hattori. Hattori's stupid face always annoyed me. Ah, hell.
jeez, Honda's nearby. Fuck that noise.杉浦さんの方どうでした？何か収穫は？ああ、梶平は風見大臣に創薬センターの閉鎖を働きかけてた。うん、え、梶平の再開発はセンターの土地を当て込んでたんだ。ところがアドデック9の発表で全部誤破産。梶平は大損を抱え込んだ。ちょっとそれ、じゃあ梶平と創薬センターめちゃくちゃ関係してたんですか？服部の記事によるとそういうことらしい。服部さんってさっき来てた。だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけど。なるほど。会いたくない時はしつこくつきまとってくるのに。ほんとあいつとは相性が悪いよ。もしもし、八神さん、杉浦ね、今源田事務所から女の人が出てったよね。うん、ああ真冬のことか。名前は分かんない、でも綺麗な人。何やってんだお前。俺をつけてたのか。説明は後で。今その真冬さんがヤクザにつけられているよ。え、ヤクザは4人か、もしかしたらもっと。僕どうしたらいい？ほっといちゃまずいでしょ。すぐそっちに行く。今どこだ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ、八神さん。僕一人じゃどうにもなんないからね。八神さん、まだ？今どこ？源田事務所出たばっかりだよ。真冬は今んとこまだ無事。でもやっぱ間違いないよ。真冬さん、ヤクザにつけられてる。八神さんも急いで。
今劇場前の広場を通り過ぎるとこ。もしもし、八神さん。真冬さんは今、劇場通りを左に折れたところ。ああ、分かった。なんか、ヤクザが検事を狙うって、どこの組だ？それはまだ分かんないけど。とにかく、八神さんも急いでね。おお、ちょ、待てこら。ヤガミやな、お前。今急いでんだ。金崎は通行止めや。賢治のお姉ちゃんはわしらが戦役やさかい。何？早いもん勝ちやで。踊りは引っかんどれ。お前ら誰だよ。なんで真冬狙ってんだ。まだまだ終わったらんでいい。よう、どうしたタボ。あ、カイトさん。面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。なんやと。ちょうどよかった。ここ頼むよ。こいつらの仲間が真冬を狙ってる。真冬ちゃんが？こいつらの仲間に？とにかく、あとよろしく。そっか、真冬ちゃんを狙ってね。じゃあお前らは俺がたっぷり可愛がってやる。あ、踊り。もしもし、八神さん、聞こえる？まだなの？杉浦、真冬は無事か？うん、ちょっと僕の手には負えない感じ。分かった、こっちも中道通りに入ると。急いでね。もしもし、八神さん、気をつけて。ヤクザたちがそっちに気づいたみたい。は？4人八神さんに向かってってる。分かった。お前は真冬を見ててくれ。Come on!
no. Oh, hell no. Some friends you got there. I can't believe you smacked her. More the merrier. Oh, that's gonna be, this looks a little bit tougher though. I guess I'm not eating there today. さっきのワゴンを追っかけてるとこ。ワゴン？
真冬をさらおうとした？そう。もしもし、泉田健二？藤井です。矢上さん、さっきのヤクザたち凶霊会だよ。何人か KJ アートで見た顔がいた。凶霊会が？なんで真冬？だからそれを直接聞いてやろうよ。矢上さんもすぐこっち来れる？いや、彼女を安全なところに連れてった後だ。また連絡する。私なら大丈夫。泉田健二が警官を迎えによこしてくれるって。凶霊会って関西のヤクザでしょ。その連中が私を狙ったの？そうらしい。理由は多分。俺のとばっちりだ。悪い。え？凶霊会とは少し揉めててな。だから思い当たらないこともない。カムロ町でヤクザと揉めるなんて。え、何？さっき顔殴られてたよな。大丈夫？もう二度とこんなことがないようにする。凶霊会と話をつけてくれ。そんなの危ないんじゃないの？私なら大丈夫。もうカムロ町には近づかないようにするし。そうだよ、矢上くんもこの際少し町を離れたら。お迎えが来た。もう大丈夫だ。俺は当分この町を離れる気はない。どうして？今追ってるモグラが3年前の事件とつながってきた。3年前のって大久保新平の？ああ、モグラに殺された新谷が創薬センターの庄野って研究員に連絡を取ろうとしてたんだ。その庄野は大久保の事件で検察側の目撃証人。それだけ？俺もまだパズルのピースを集めてるところだ。でもそれを解くまではもう前に進むしかない。そっか。3年ぶりかな、矢上くん。そんな顔。ん？人参を目の前にした馬みたいに。は？生き生きしてるって感じ。じゃあ、またな。もしもし？杉浦、矢上だ。もう動ける？そっちは今どこだ？結局ワゴンはカムロ町から出なかったよ。古いキャバレーでみんな降りてった。公園前通りにある本丸園って店。本丸園？海藤さんも向かってくれてる。よし、わかった。すぐに行く。